おはようございます、現在時刻8時になりました、いつもご視聴いただきありがとうございます、今日はですね、支笏湖のすぐ西側にある伊豆岳という山に来ています。標高が約1300メートルぐらいの山ですけど、夏は夏道があまりねきちんとした道はついてないんですけど、冬にね結構登る人がたくさんいる、一応火山になってますね。支笏湖のカルデラを形成している山の一つですけども、冬はね結構バックカントリースキーとかで入る人も多いようですね。頂上からは支笏湖とかですね、春前山、福祉岳、西側の方にはですね羊蹄山も天気が良ければ見れるということで、すごく楽しみです。気をつけていきます。大変な時刻ですね。8時51分になりました。国道の、ね、入り口から約 1.5 キロぐらいで、尾根に取り付く、ね、分岐まで、歩いてきました。これから、ね、山の中に入っていきます。トレースがきちんとあるんでね、昨日かなり雪降ったみたいですけど、先行者がかなり今日は多いんでね、大丈夫だと思います。行ってきます。はい、今ですね、現在時刻、9時39分になりました。今900メートル過ぎのね尾根までやっと出てきて、これから
同じだよね、ずっと山頂に向かって歩いていきます。すごくいい天気で、ピコピコで、その下にですね、おこたんぺこ、氷結したおこたんぺこがね、よく見えてます。はい、次頑張ります。はい、現在時刻ですね、今10時10分になりました。今標高的に言うと多分960からその上ぐらいまで来てると思うんですけどね、今日すごいいい天気で、白老のね、白老三山と、もう眼下にはね、支笏湖、手前に横断湖で、支笏湖の向こうにはですね、樽前山で、手前に庭岳、それと西の方には、東の方か、東の方にはですね、夕張山地、大雪の方までね、うっすら見えてますね。はい、これからまたね、少し高度上げていくんでね、安全に行っていきたいと思います。現在時刻ですね、10時35分になりました。今ですね、伊豆岳山頂直下までね、来ました。もうちょっとでね、山頂ね、見えてますね。もう先行者がたくさん登ってますね。はい、もうちょっとですね。はい、で景色はね、ずっと支笏湖からね、ここもすごい高度上げるにつれてすごい景色になってますね。はい、あともうちょっとです。頑張ります。あ、今ですね、山頂直下まで来ました。今正面にね、これアデついてるのね、誰かシリボーとかね、スキーで滑ったはずですね。山頂ではね、これ右から巻いてね、行くのが正解で、皆さんそっちの方から行ってるみたいですね。はい、もうちょっとで山頂です。はい、もう少し。360度大パノラマでね、羊蹄山もすごいよく見えてますね。
ね。なんか遅い。Flow, oh baby, and again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  I play it on.Fun when they're moving to the beats, and it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me, and it makes you kicking up what's so, and living gets so easy, easy. 今1時48分ですね。今やっとオコタンペコに出てきました。これね、一面全面凍結しててね、地面の銀世界ってこのことを言いますね。すごい、誰もいないね。足跡もついてないとこ今ね歩いてます。今日はねもう快晴でね、今恵庭岳もねよく見えてますね。いや、まだねこれでずっと湖の真ん中歩いてずっと端までね行きたいと思います。いやー、ちょっとね本当に凍ってんのかってね心配になるぐらいね、何にもない、本当雪原ですね。さあ、また頑張っていきます。Yeah.